24時制は時刻表示の方法の一種である。政子にあたる午前0時から翌日の午前0時までの時刻を午前0時から経過した時間で表現する。航空や鉄道などの交通機関、医療、放送、報道など時刻認識の錯誤に起因する事故の恐れがある。業種では24時制を用いるのが普通である。日常で十二時制を用いる地域では 軍事時間と呼ぶことも多い。1969年に誕生した南極探索のためのロシアの24時間時計。ソビエトの時計会社ラケタによって作られた。南極では、白夜や極夜があるので、12時制より24時制が適している。HH ミリメートルや HH ミリメートル鈴のような形式で表記する。 hh の部分には00から23までの数が入り、午前0時から経過した時間を表す。24時間表記で、1日の始まりは0時である。1日の終わりは23時59分の60秒後であり、この時刻を表現するために便宜上24時という表記を用いることがある。ある日の24時は、その翌日の0時と同時刻である。 期間の終わりを時刻である。例えば営業時間が深夜に終了する場合に7時24時のように書くのである。鉄道の時刻表では出発時刻の場合に0時、到着時刻の場合に24時として午前0時を書き分けるものがある。法律上の契約で期間を表す場合、日付で表された期間の終了を明示的に表現すると終了日の24時ということになる。 24時間表記では0時と24時を使い分けることで1日の視点と終点を区別することができ、このような表記を持たない12時間表記よりは明確に表すことができる。しかしながら24時間表記であっても曖昧さを排除するために24時を避け、午前0時付近の時刻に23時59分や0時1分を用いるようにする場合もある。スタイルガイドや 軍隊の通信規約で、そのような用法を推奨する例も見られ、例えば、アメリカ海軍やアメリカ海兵隊の通信マニュアルは、0001から2400までの24時間表記を用いている。標準とはなってない表記法を使用しているデンマークのクリップカードチケット深夜の午前1時2時を25時26時のように表記する例もある。このような24時を超える時刻の表記は、 日付を記さずに時刻のみを表記しても錯誤を排除して、特定の時点を表現することができ、日付をまたいで稼働する、放送、報道、運輸などの業界で広く用いられる。30時間制も参照コンピュータや工業での時刻、表記の規格である ISO8601 と j 数 X0301 は24時制を採用している。多くの場合に備え、 コンピュータはその工場出荷時には時刻を24時間制で表示する。それは使用地域における標準的かつ最も正式な表現であるが、最も Microsoft Windows や MacOS では言語と地域の設定によっては12時間表記が標準の場合もある。テキストによるインターフェースでは24時制がよく用いられ、例えば Unix の LS の時刻表記は24時間制が 初期設定である。カナダの英語圏とアメリカでは、二十四制は、軍事時間と呼ばれる。これらの地域では、日常では、ほとんど十二時制のみが用いられており、二十四制は、軍事、航空、航海、観光、気象、天文、コンピュータロジスティクス、緊急サービス、医療などの十二時制が非常に不便で、能率が悪く、危険だとみなされる。 専門分野においてだけ用いられる。軍隊での24時制の使用法は、アメリカや英語が使われている同盟国の軍隊の間で承認されているように、いくつかの点において、他の24時制とは異なる。軍事時間は日本でも大日本帝国陸軍、大日本帝国海軍の発足とともに採用された。一方で、鉄道省では当初、採用されなかった。このため、 第二次世界大戦以前の日本の鉄道時刻表は午後の部分を太字表記して午前と区分していた。読み方としては関数字の訓読みを使う。記述に関数字を使うことも多い。一方、鉄道でも日本国有鉄道の発足とともに24時制が導入された。パオロ・ウッチェロのフェイス・ウィズ・フォー・プロフェッツ、イヴァンジェリ・スッツ。 サンタマリアデルフィオーレ大聖堂にある、ベネツィアの24時間時計。1から12が2回ずつ登場する。クリニジにある、シェパードゲートクロック。ローマ数字で表記されていて、最大の数は、イクスイ24時星の起源は、エジプトの天文学のシステム、デカンズまで遡り、科学者、天文学者、航海士、そして時計士によって、何世紀にもわたって用いられてきた。 有名なプラハの天文時計やクリニッジのシェパードゲートクロックを含め24時間表記を使用している時計は多く残っている。1884年の国際死後戦会議においてルイス・エム・ラザファードは現在の24時制のもとになるような内容を提唱し、その決議は会議で採用された。1886年のロンドン・タイムズの報告によると24時制は ポートアーサーのカナダ太平洋鉄道の列車で使われていた。24時制を最も早く導入した国はイタリアで1893年に導入した。他のヨーロッパ諸国ではフランスが1912年、デンマークは1916年、そしてギリシャは1917年に導入した。九百二十年までにはスペイン、ポルトガル、ベルギー、スイスが導入し、 トルコは1925年、ドイツは1927年に導入した。1920年代初頭までには、ラテンアメリカの多くの国も24時制を導入した。インドには、戦争勃発前に24時制を導入した鉄道も、あった。第一次世界大戦の間、英国海軍は1915年に24時制を採用し、その後すぐに同盟国の軍隊も後に続いた。 英国陸軍は1918年に採用に至った。カナダ軍が最初に24時制を導入したのは1917年終盤であった。1920年にアメリカ海軍はアメリカ組織で初めて24時制を導入した。しかしアメリカ陸軍は第二次世界大戦中の1942年7月2日まで公式には24時制を採用しなかった。 イギリスでは24時制を公式な制度にしようとする試みが複数回失敗しているが日常生活における24時制の使用は20世紀初頭から着実に普及している。1934年には BBC は放送でのアナウンスと番組表のために24時制に切り替えた。大衆が24時制を熱望したわけではなかったのでこの試みは5ヶ月後には終了し、 再び12時制が用いられるようになった。同じ年にアメリカの航空会社パンアメリカン航空とウエスタンパシフィック航空は共に24時制を採用した。現在では BBC、イギリス国鉄とロンドン交通局は1964年に24時制を用いた時刻表に切り替えた。2005年に BBC ウェザーテレビ放送はグラフィック改定後の数ヶ月間。 12時間表記を用いた。しかし、一般大衆からの批判を受け、24時間表記に改められた。ありがとうございます。